鹿児島子育て県議会、毎日ウトキャス始まるよ。吉田健一スペシャル第2弾やります。毎日ウトキャス、よし、スタート。皆様こんばんは。鹿児島県議会議員のウト恵子と申します。本日は1月の23日、火曜日、時刻は夜11時29分です。タイトルにもある通り、前回ですね、連合ってなーにの、講師をしてくださった吉田圭一さん、鹿児島大学、准教授の政治学の先生の吉田健一先生との、スペシャル企画第2弾を、開催しようと思います。レオナさんこんばんは、ありがとうございます。なっちゃんじゃなかった、なっちゃんだ、ありがとうございます。配信こちらこそ来てくださって松島さん、ありがとうございます。はい、健一スペシャルをですね、1月25日あさっての夕方にしようと思います。ありがとうございます。S さん、お疲れ様です。ありがとうございます。ゆみさん、ありがとうございます。健一スペシャルを待ってた。旅人さんは滋賀県の方なんですね。ありがとうございます。滋賀県、私、この間行政視察で初めて伺いました。滋賀県。大垣市に行きました。アーカイブ見ましたのことなっちゃん、ありがとう。埼玉から無事に帰ってこれましたね。お疲れ様。鹿児島もめちゃめちゃ寒いです。まっちゃんさんこんばんは。ということでですね、今回言ってなかった、あさって1月25日のおおむね15時半ぐらいからスタートできるかなと思う。おおかけ市は岐阜県です。だってあれ、ちょっと待って、でも滋賀も行ったんだ。滋賀に行って岐阜に行ったんですよ。すみません、失礼いたしました。滋賀で何したってな。ちょっと待って、思い出すから。失礼いたしました、旅人さん。申し訳ありません。恥ずかしい。はい、S さん。なっちゃん、フォローしてくれてありがとう。恥ずかしい。いやいやいや。もうちょっと恥ずかしすぎて消えたい。ちつよさん、ありがとうございます。お久しぶりな気がする。琵琶湖県です。琵琶湖はでも見なかったんですけど、伊丹からですねバスで移動して、滋賀行って岐阜に行って、で富山まで行って帰ってくる予定だったんですが、私と息子と母はちょっと富山まで行くと、なんだっけ、岐阜と富山の間にあるですね、かやぶきの、なんだっけな、そこに行く前に離脱をして、鹿児島に帰ってきたんですが、それです。ありがとうございます。もう嫌だ。もうバカを晒す。白川郷です。みんなが白川郷って、みんな優しい、ほんとみんな優しい。もう嫌だ、大津市と津市間違えますから仕方ないね。 S さんもフォローしてくれてありがとう。あ、なるほど、なっちゃん、私桃鉄と水曜どうでしょうで日本の地名を覚えました。私の幼馴染もね、桃鉄で地名覚えて地理めっちゃ得意だったんですよ。でも私、桃鉄がね、すごい嫌いで、もうキングボンビーが怖くて、まず言い訳だな。申し訳ございません。そして私は滋賀で何を行政視察したのかちょっと思い出せるといいな。税金を使って言ってるんだからさ。失礼いたしました。ということでですね、何だったっけ。1月25日の、午後、おおむね15時30分ぐらいから、吉田健一スペシャル第2弾ということで、中曽根
首相の行政改革の話と、そもそも自民党ってなんでできたのっていう話をですね、30分ぐらいでしていただこうと思っておりますので、ぜひ皆様、日中でございますので、アーカイブを見ていただけると嬉しく思います。よし、告知終わり。もう今日の仕事これでおしまいということで、ちょっと気になったことをですね、昨日の拾って、もう一回お話ししたいなと思ってた、女は大学にいつ行く必要がないというですね、この話題。いや、もう一回しなくてもいいけど、もう一回したい。なぜならば、鹿児島にのみならない事象だったということが、昨日のなっちゃんの証言って、昨日のなっちゃんのご体験から分かってしまって、もう二重にショックを受けている私でございます。なっちゃんは、ごめんなさいね、北海道の方で、北海道ってものすごいリベラルなイメージがあるのでですね、北海道ですらそんなこと言われちゃうんだなっていうショックがかなり大きいです、私。そうなんだね、なっちゃんって。すみません、友達かみたいな感じですよ。北海道も結構保守的な地域よ、リベラルな地域だけど、とのこと。レオナさん、あ、そうそう、Sさんごめんね。吉田健一さんって参政党の方ですけ、本田静香さんも登場したりとのこと。吉田、それはね、ですね、参政党の方はですね、吉田浩二さんとおっしゃる方でして、吉田健一さんは、レオナさんの、コメントの通り鹿児島大学の先生で立憲民主党の、方なんです。京都のご出身で、ご専門は、政治学でも、今はですね、稲森アカデミーというところでですね、稲森哲学、稲森フィロソフィーのなんか、授業を受け持っておられる方なんですよ。あ、そうなんです、そうなんです。ぜひ今度、ご紹介いたしますので喜びます。旅人さん、鹿児島ラサールが保守で、函館ラサールがリベラルと聞いたような。あ、そうなんですね。なっちゃんは鹿児島函館ラサールの子たちや、函館ユートって読むのかな、の子たちと仲良しでしたとのこと。なんか結構ショックを受けておりますえ、まんちゃんさんのコメントがね、飛んで埼玉の舞台になっている滋賀県も、私飛んで埼玉の漫画の原作は読んだことあるんですけど、今英語になってるんですか、あのパタリロの作者さんですよね、なんとかマヨさんだっけ、マヤさんだっけ。あ、S さん、そういえば大津市長選と八王子市長選、残念とのこと。はい、嫌な予感が私の当たってしまって、旅人さんになんか申し訳ないなと思ったこと、申し訳ないというか、なんか私それこそ自分が2013年にこう安倍政権の時に絶望に絶望を重ねる日々だったので、こう選挙とかで期待したら裏切られるっていうのがすごい骨身に染み出てうちの夫はリベラルになってから、なんか変な言い方だけど、リベラルに改宗してから一番最初の選挙が彼のあれだったんですよ。大阪の都市構想の2回目の住民投票だったんですよ。なので、なんですかね、こう、自分の頑張りが報われる成功体験があって、羨ましいなって正直思うところなんですけれども、はい、ということで。そうですね、なんとコメントしていいかわからないんだけれども、
自民党さんがこれだけ、信頼が失墜していてもなお、リベラルはそれに足る、大体に国民の皆さんからの信頼を得ていないという事実を、しっかりと刻み込んで、慢心せずにお一人お一人に話しかけていくことが大切なんじゃないかなと思う次第です。はい。なっちゃん、私キングボンビーと仲良しです。嫌だ。キングボンビー嫌いだ。本当に。ということでですね。はい。ごめんなさい。ちょっとコメントが、どこまでいったかな。公明党さんは都議選にめっちゃ力入れてます。都議会公明党の実質的なトップの方の地盤ですもの。共産党さんも公明党さんも都議選にめっちゃ力入れてます。でも立憲もなんか頑張ってるイメージがあるんですけど、どうなんでしょうか、なっちゃん。函館雄翔高校はプロ野球の阪急やオリックスで活躍した投手の佐藤義則さんの出身高校。へえ。S さん、夫さんリベラルに改宗したんですね。てっきり夫さんは宮地さん推しだと思ってました。なんで？ はい。リベラルに改宗して、しました。させましたとも言わない。してもらいましたとも言わない。彼が自分の意思でですね、消極的自民支持だった、元彼が、リベラル になり、無事に結婚というですね。ただですね、某割と有名な、すごく有名な、政治評論家さんっておっしゃるんですかね。そういう職業の方と、実はちょっとこう、ある機会があってお話ししていて、私の夫はですね、っていう話をしてたんですけれども、消極的自民支持で、維新さんに親和性を感じる彼がですね、今となってはですね、立憲を飛び越えて 共産党さんですとか、令和さんにかなりシンパシーを感じる人になってまして、私の夫はですね 思いっきり左にぶれたねって言って笑われたんですけれども、はい、そんな人です、私の夫。こんなプライバシーの切り売りをしたら怒られてしまう。滋賀県は北陸と同じで雨や曇りの日が多いです。そうなんですか。やっぱ港がある、琵琶湖があるからね、水分が多いからかしら。地に占める割合に。八王子市選挙、何のこと？八王子市選挙。ゆみさん、娘は障害があるので、小学校から私立を選びましたが、公立小学校に行かないこのママは、バレた瞬間にママ友からハブられるらしいです。私はもともと一匹狼だったので、嫌味も無視してましたけど。へえ、そんなことがあるんですか？公立小学校に行かない子のママは、ママ友からハブられる。すごいですね。それはあれか？地方あるあるか？とか言っちゃ失礼なことを言う私。
だってね、あ、そう、まあでもなんか、なんかね、ありそうですよね。でもそういうこと言うのやめましょう。ごめんなさい。なんだろう。さっきのね、ちょっとわかんない。コメントをくださってたやつのちょっとわかんない。いくつかわからなくてスルーしちゃってます。ごめんなさい。立憲は国政政党って地方議会推しの子たちに言われています。ああ、なるほどですね、なっちゃんさん。それはでもそうなのかもしれないんですけれども、それこそ私が当選させていただいた、2023年4月の地方統一選挙で、立憲の地方議員ってかなり増えたんじゃなかったでしたっけ？なんかそれでそれは私の主観だからな。でも、なんだっけ、尾中かおりさんですっけ？ですよね。なんかその立憲が地方でこうちょっとずつ力を伸ばしてきて、こう地元に根付いた議員が増えてるんじゃないかみたいな記事を書いてくださってたような気がするんですけども、いかがでしょうか。で、と言いつつ、まーちゃんさんの共産党や公明党は都市部が強いからです、強いですからね、とのコメントを受けて、なんか私思うんですけれども、と共産党さんも、でも公明党さんも、こうなんかこう、ですよね、すごい地元に根付いて、鹿児島なんかでは活動されてらっしゃるというか、コロナの時の、食料物資、学生持ってけいちみたいなこともすぐさまされるのはやっぱり共産党さんで、そういうところは私、自分の党は本当に何ていうか、そういう活動をしていかなきゃいけないなっていうふうに思ったりしてる次第です。ああ、そうなんだ、なっちゃん。立憲は国会議員選挙に力入れるが、都議選はあまり力入れてないねって地方議会推しの子たちに言われてます、私。あ、そうなんですね。へえ、なんか私のイメージとは違うんだけど、地方議会推しの子たさんたちがそうおっしゃるならそうなのかもしれないんですねっていうのと、地方議会推しのクラスターっていうのがいらっしゃるんだねっていうのと、二重の感想で、はい。消極的っていうのが気になる。消極的。あ、ね、都議選に消極的ってことですよね。きっとね。あれか、うちの夫の自民党消極的支持ですね。いや、ですね、それはあれですよ。みんなの党みたいなのは、全然興味なかったんじゃないですかね。いわゆる新自由主義に疑問を抱かない今時の中年ってことです。あ、すごい失礼。すっごく多い思想の感じの人でしたよ。だから、野党がだらしないとか、何だったかな。野党は批判ばっかりとか、何でもかんでも安倍がだよねとか、野党の人たちって、みたいな。何でもかんでも安倍が悪いでしょ？みたいな。あと何だったかな。まあ、ちょっと、これ言いすぎると夫の悪口みたいになっちゃうんでやめましょうかね。でも、そんな人だんですけど、まあ、でも私のその主観としては、そういう人が圧倒的に多い、そういう感覚の人が、テレビでだってこう言われるわけじゃないですか。悪夢の民主党とか、野党は、決め手を書く、なんとかかんとか、追及がなんとかかんとかで、野党が批判してるところがここでテレビでバーッと出たりですとかっていうところで、普通にテレビだけを見てる方っていうのは、多分そんなイメージになると思うんですよ。自民党も、あ、ダメだけど、野党がだらしないし、まあ、野党に政治権を任すことはできないから、
やっぱり自民党しかないんだ、経済も強いし、みたいな、そういうふわっとした印象が多い。当時多かった。今どうでしょうかね。今なんとなく空気変わっている感じもありますけれどもですね。なっちゃん、都議選の話、八王子選挙区とのこと。ね、さっき私が分かんないって言ってたのが ありがとうございます。S さん、推しが負けるとつらい。そうね、推しが負けるとつらい選挙人生を皆さんも歩んできたんじゃないでしょうか。私、それこそ自分の推しが勝つ選挙ってほとんど経験したことないんですけどね。S さん、八王子市長選を見ていると、都知事選は小池さん自民、トファ推、あ、小池さんはトファと自民党の推薦で立候補かなと推測。ああね、なんか写真に写ってましたもんね。最近、琵琶湖の水位がマイナス76センチとかで、失礼しました。取水制限するかしないかの境目。秋に台風が来なかったから水位が下がっちゃうんだ。湖ってどうやって水が入ってくるの？雨が降らないと水減るんですか？わ、すっごいバカだなって思われそうだけど、ごめんなさい。湖の水はどこから来るの？恥ずかしい。知らない。勉強します。維新は谷畑隆さんみたいに社会党の代議士だった人もいましたかね。へえ、そうなんですね。まあでもあれですよね。維新から立憲から維新って方も、立憲から維新って方いらっしゃいましたしね。私の同僚さんの方もですね、今度維新から鹿児島市議選に出ますしね。S さん、宇都さん、最近ネトウヨからの絡みが辛いですとのこと。嘘、それは、あれですね。大変だ。大変だ。私、めったに絡まれないんですけど、てか、めったに絡まれないって、めったにツイッターの発信ができてないからなんだけれども、すみません、お恥ずかしながら。もう恥ずかしいことばっかりだなと。私はですね、ブロックはしてないですけど、あんまりブロックもミュートもしませんけど、ミュートにしたらどうでしょう。ミュートにしたらどうでしょう。ミュートにしたらどうでしょう。S さんは公人じゃないので全然ブロックしてもいいと思います。公人はブロックはあれかもですけれども、でもひどい時はブロックしてもいいと思いますし、公人であっても。S さんはブロックした方がいいと思います。あ、でもミュートでもいいけど。選挙に出るんだったら、そうか。ブロックは控えた方がいいのかな。でも、精神的に病むので、自分のメンタルも自分の身を守るのが一番大事です。トラちゃん、ありがとうございます。公明党は側票がありますからね、とのこと。ユミさん、私が52歳なので、やはり女性に学びは必要ないという40から50の親は多いのかなと感じました。本当にそう思う？私、すっごいショックだったですよ。でも、それ、あれ？ってことは、今の20歳のお父さんお母さんって40から50代だよね。そんな若い人たちが女に学びは必要ないとか言うか？嘘でしょ？って思ったんですけど。それわかるんだ、ユミさんは。まー、あ、ちゃんさん。川内博さんもヒロシキャスで私だってブロックするとおっしゃっておられましたが、そうそうなんです。川内さんの、川内さんのツイッターにはものすごい粘着な方がいらっしゃるらしくって、なんかそれこそ学カフェの上野さんが言ってたけど、毎日川内さんと一般女性が写ってる写真を
リプにくっつけてくる人とかいらっしゃるらしくて、本当その熱量を発電とかに使ってほしいなっていう話でこの間盛り上がったんですけど、旅人さん、今日の中日新聞に食品衛生法の改正案が今年の6月に施行されるため、愛知県の道の駅で販売してた高齢の女性の漬物屋さんが廃業するとの記事でした。これこういうやつ、こういうやつ、川内さん、いくつもそういう法令の、中を止めてきてるんですよね。にがりの話もそうだし、あと黒豚はちょっと違うんだけど、なんだったっけ、もう一個あった気がするけど、こういう、いいのか悪いのかの案、ちょっと川内さんに相談してみよう。一時期自治体議員は無所属の方が通りやすい時代があったのも一因ですか？と松島さんからのコメント。あ、地方議員ってことですよね。あ、今も無所属の方が通りやすいって言われてるかもですね。私は少なくともそう言われました。あんまり党から出さない方が、というのも、鹿児島は特に保守地盤なので、立憲って言っちゃうとダメよって言われるんですよね。で、ね、なんだっけ、枠が少ないので、特に、より地方に行くと。そうすると、自民の皆さんからも票をもらわなきゃいけないので、無所属になったりしますよね。レオナさん、ネトウヤは時給もらってお仕事でされてることですから、相手にしないことですよ。彼らも生きるために頑張っていらっしゃるのでしょう。あ、慈しみの精神だ。素晴らしい。まあね、なんかね、組織的にやってたりとか、こう時給もらってたりとかっていう話もですね、まあ、組織的な話は、脱皮さんの件でも完全に明るみに出ましたけど、ただ私が怖いのは、本当に本当それを素でやってる人も一定数いらっしゃるだろうっていうのが怖いですね。なんか辛いというか。S さん、それでウトさんはどういう手口でリベラルに回収したのか、そこが気になります。 じゃあこの話はなんかまた今度しますね。 すごい長くなるし。 回収はですね、一応改める宗教の感じで使ってみたんですけど、本当は何て言えばいいのかね。改心っていうのもちょっと失礼だしね、本当にね。なっちゃん、私も立憲は反対ばかりって言われるから、対決法案ばっかりテレビでやるし、そうですね、全会一致で決まる時もあるんだぜって返すようにしてますとのことですね。もうほとんどはね、全会一致で決まったりしてますね。7割？ 8 割だっけ？反対ばっかり。まあね、本当に、これ今日本当はお話ししたかったのは、別のテーマだったんですけど、なっちゃんがくださったこの、対決法案ばっかりテレビでやるし、というところから拾って、今日の本題に入りたいなというふうに思ったんですけれども、わ、みささん、ありがとう。選挙で喜んだのは、お父さんが当選したことです。だって、嬉しい。もう、20代の方にそんなこと言っていただけるなんて、すごくありがたい。若い皆さんの期待を裏切らないように頑張ります。と言いつつ、今日はものすごい、もう私、へこんでって、またへこんでとかやって感じです。もうできてないことが多すぎてですね。まっちゃんさん、マスコミの人たちは勝ち組だから新自由主義的な論調になって、そもそもの作り手側がそういう感触、そういう主観をもとに番組を作るから、そういう番組になりがちってことなのかな。それは新しい視点だな。なるほど。それに影響を受ける人が残念ながら多い。なるほど、なるほど。松島さん、阪神・淡路大震災の時にめちゃめちゃ尽力した議員さんたちが、直後の選挙で落選した時から、
努力が報われる世界じゃないなと思いました、とのこと。いや、いい議員さんが議員に当選するんだったら、社会はもう変わってるよね、とっくにと思ったり。旅人さん、関西圏のテレビ放送を受信できるエリアでは、維新の得票率が高いのだそうです。やっぱりそうなんですね。旅人さん、ありがとうございます。もしね、私に、湖に川、いや、やっぱり川はちゃんとあるんですね。じゃ、ですよね。じゃないと、保水なんて無理だもんな、って思ったんですが、ちょっと恥ずかしすぎて聞けませんでした。ありがとうございます。琵琶湖には400ぐらいの川が琵琶湖に流れ入るんですね。でも今回は台風が来なくて、川の、水量が増えなかったから、流れ着く琵琶湖に流れてこなかったっていうことなんですね。あ、よかった。よかったです。ありがとうございます。勉強になりました。立憲から維新、熊本の方ですね。熊本の方もそうでしたっけ？私は、某楽某美さんの話をしてました。すいません。言っていいのかな？まちゃんさん、河野太郎さんですよ。そうそうそう。やっぱりあの方のあの子立場で、あのブロック量は、あれですよね。ウトさん、シーライオニングへの対処がプロなのがすごい。どういうこと？シーライオニングって何？シーライオニング？それバーライオンだ。なんだったっけ？でも、この間もシーライオニングって、松島さんおっしゃってたけど、その時何のことだろうと思って、そのままスルーしちゃってたわ。そういえば。ごめんなさい。ブロックといえば、自民党の某女性国会議員からブロックされました。何、S さん、どんな絡みをしたの？ レアナさん、皆様、ウト活すれば推しが勝つ幸せを味わえますよ。レアナさん、ありがとうございます。はい、災害時に福島県福島市の避難所となっている福島刑務所で、初めて一般の市民を対象にした避難所開設訓練。はー、鹿児島刑務所が避難所に指定されているかどうかですね。あ、ちょっと調べてみます。すみません。ありがとう。面白いことを教えてくださって、ユミさん、ありがとうございます。旅人さん、バンされた私が言うのもなんですが、挑発しないようになるべく柔らかい表現することは気にしてます。某大臣も公的な大臣職のアカウントと個人のプライベートのアカウントを使い分けるべきだと思うのです。そうそう、記事読んで、川内さん案件でしたよね、と思ってました。あ、ありがとうございます。はははは、なるほどですね。やっぱり公的な方はですね、できる限りは、やっぱり、公の、特に河野さんなんか、ガンガンツイッターでしか流さない情報だ、みたいなこと言いながら出して、あれは、正直、憲法14条違反だと私は思っているのでですね、結局、その国民を差別しているわけですから、権力者が。もう完全に私、あれはアウトだと思ってるんですけども。ということで、無所属でも元知事は罰。ね、知事とかなってくると、本当に無所属にならざるを得ないでしょうね。松島さん、鹿児島に脱皮がいるわけですか？いや、鹿児島に脱皮はいらっしゃらないんじゃないかな。まんちゃんさん、ツイッターをやっていますが、ブロックはまだしてませんが、まあ、ミュートは、いいんじゃないですかね。松島的には、応援団さんみたいにふるいはね、無自覚なのが一番怖いと 読んじゃったじゃん。そうですね。だから結局、もしご本人がいらっしゃるかいらっしゃらないか言ったらあれなんですけど、この間最後にコメントくださった時にですね、ちょっといらっしゃると分かった上で言いたいんですが、最後にコメントくださった時に、同性婚とか、夫婦別姓制度の、
実現のために、宮地拓磨さんが、経団連に働きかけてるからっておっしゃってくださって、自民党さんの中にもそういう価値観を持ってくださって、動いてくださる方がいらっしゃるので、非常に心強いな、嬉しいなと思う。反面、例えばですね、福祉に力を入れている宮地拓磨さん、そういうリベラルなことに力を入れている宮地拓磨さん、ただやっぱり自民党さんの、綱領を見る、憲法改正案を見ると、国民に人権を与えません、与えたくありません、今の憲法は国民に人権を与えすぎて、国民がみんなわがままになっているから、より人権を制限する憲法を作ります、文化と伝統を大事にしたっていう大前提の党にいる中で、その一つ一つの、枝葉の施策を、人権寄りの施策を作ったとしても、そこに流れ出る根本の栄養分はやっぱり人権を尊重しないという栄養分なわけですから、そこにその矛盾というか、齟齬というか、限界があるんじゃないかなと思いながら、はい、今日の本題がね、言ってないんですよ。 S さんバレた。もう36分だから、もう今日の本題は喋らないすみません。テレビ局員の平均年収約1000万円ですからね、すごいですね。真面目な議員は当選しないで、国会に出てて何もしない議員が当選する、変な世界。ああ、私ですね、今議員になって約半年以上も経ってるんですよ。1月 2,3,4 でしょ、もう9ヶ月経ってる気がするんですけれども、議員になって楽しいって思ったことはないんですすごい自分の無力感がいつも、何もできなくて、私でも本当に今は真面目に勉強するしかないって思ってるんですけど、無力感がすごい。だからでも仕事する議員さんが議員さんになってほしい。いや、私も仕事できる議員になるつもりなんですけど何の話をしているの、すいません。普通に改憲反対ですって送っただけで、岡山県の某議員さんにですね、ブロックをされたそうですはあ、河野さん地方議員もブロックして、あ、なっちゃんね、予防ブロック、それはいいと思いますよ。心を守るためですからね。松島さん、選択的夫婦別姓本当に実現したいなら川内博士一択ですよ。ありがとうございます。本当博士一択、その通り、ありがとうございます。以前 NHK で九州沖縄の地方議会は女性議員が他の地方に比べて少ないということを取り上げていましたね、とのこと。そうですね、鹿児島も非常に少なくて、今でも、女性議員が一人もいない議会というのがですね、12ぐらいあるんです、自治体で。43自治体のうちの12ですから、割とですね。で、その前はまだまだありました。今回結構この1、2年でだいぶ解消されてます。なるほど、由美さんが教えてくれた。災害時の受刑者の避難はどうするのと急に気になって調べたら、東日本大震災後、住宅地に隣接する共生施設で災害時に被災した住民を受け入れる災害協定の締結を地元自治体と協議するようになった。へえ、なるほど。それはなんかでも本当調べてみます、私。松島さんがね、意地悪なことを言っている。あ、来た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 、だって来てくださった。たくまうなさん、ありがとうございます。私が一生懸命喋ったのが伝わりましたかね。大変恐縮ではございますが、私は、あの時にそんなことを考えてたと思っておりました。あ、その
宮地拓磨応援団さんがくださったコメントの時にそんなこと考えておりました。あ、くださった後にかな。はい、政治家は好き嫌いで選ぶものではないなとのこと。そうですね。人間が、そこまでの理性と知性と良識を持って、行動できればいいんですが、人間は本能の生き物でございますからね。好き嫌いで選ぶんだということを大前提に行動しなければなりませんね。と思います。エッフェル兄さんのミドルネームが爆誕したわけなんだから ということです。憲法にデジタル人権を書きたいなと思ってますと、たくま応援団さんコメントありがとうございます。デジタル人権というのは個人情報保護的なことですかね。またぜひそのお話も聞かせてください。レオナさん、鋼メンタル尊敬します。とのことでした。いや、でも、予防メンタル、予防ブロックはですね、公人じゃない方はぜひぜひ使っていきたい、言っていただきたいと思う次第でございます。ということで、本当は私、実は今日、パレスチナの話をしたかったんですけど、もう40分過ぎたのでやめますね ということで、今日もお付き合いいただきました。なんか今日すごい取り留めもない話になっちゃって申し訳ありませんでした。ということで、はい、いろいろまた今日もお宿題をいただきましたので、はい、鋼のメンタルじゃない人は私も含め、自分のメンタルを守るためにいろいろ自分のメンタルを優先して、あ、生きていきましょうということで、ちょうど息子も泣き始めたので、これでおしまいにいたします。それでは皆さん、今日もお付き合いくださいましてありがとうございました。毎日ウトキャス、また今度。